ご視聴ありがとうございます、今日は雨が降ってましてね、下校する子どもたちの様子見てるとね、みんな傘さして、帰ってるわけですけども、中にはね、朝はね天気というか雨が上がってきたもんでね、で傘持たずに雨で濡れたまま帰ってる子どもがいたんですよね。ちょっとそのことで私学校の先生やってる時に思い出したことがあって、動画、撮らせていただいております。今日もよろしくお願いします。ね、これ傘ですねだからね、この雨濡れてね帰る子にね、私声かけたんですよ。おいちょっと君とか言って、傘ないのって、こっからまたさらに結構歩くんでしょって、よかったら使ってきなよって返してもらえばいいから、もう傘さして帰りなって、まあまあ降ってるじゃんって言ったら、あ、いえ、いいんですとか言ってね帰ってかれましたけどね。ちょっと不審な人だったですかねまあそれは置いといてね、そうなんですよね。テーマは忘れ物です。忘れることの、背景によって支援も変わってくるので、忘れ物が多い子どもへの支援は変わってくるので、今日はこの忘れ物に対する支援のノウハウとかね、そういうことではなくて、学校の先生として、こんな風に捉えたらどうだろうかみたいな話をさせていただきます。ちょっと役に立つ話かもしれませんね、学校の先生にとっては。楽しんでいただけたらと思います。まず、忘れ物をしましたって子供がいたとするじゃないですか。忘れましたとか持ってくの忘れましたって、まずそういう子がいたら、先生はどんな感情が、これご覧の先生は湧きますか、ね。あんだけ言ったのになんで忘れてくんのもうとかね学習できないじゃないとか言ってね、何度目だと思ってんのってね、ちょっと怒りが湧いてくる人もいますかそうですね、きっと真面目で優しいいい先生なんでしょうね。ね、きちっとしてる先生なのかもしれないですね。そんな先生にこそ、お届けしたいお話です。私全然イライラしないですね昔はイライラしてたかもしれないですね。今はイライラしてない、その差は何なのかって話ですよ。じゃあ一つ質問させてください。生まれて今までの人生の中で忘れ物を一回たりともしたことがない人いませんよね、そんな人。誰だって何度か、忘れ物したことないですかね。私なんかしょっちゅうですしょっちゅうは困りますけどね。はい、だからね、メモをするとか、自分がねちょっと覚えていられなかったら、携帯にこう記録してね、時間になったらそれをこうピピピピって鳴らして、次の日の予定やこの後の予定について教えてくれるようにね、アラームにしてみたいな感じで、ICT 機器使ってね、私も今やってるわけですが、そうなんですよ人間エラーはあるわけですね。ね、人間のやることですからと思えば、なんとか忘れましたって来る子、そんなにね自分もそうだよなって気持ちになりませんかね。まず、忘れ物に、なんだろうな、しちゃいけないっていうことに罰を出してるとしたならば、そこの基準はそんなに厳しく持たなくていいんだろうなって思うんですよね。それよりか、忘れ物をした自分にこう罰をつけてこう後ろめたくさせるよりかは、じゃあ忘れたその後どう対応すればいいのかとか、次忘れないためにはどんなこう工夫をしたらいいのか一緒に考えようって、そっちの方がうんとこれから大事なんだろうなってことを思うわけですよね。そんなことを大事に私も学級作りとか、特別支援とかさせていただいてました。で、傘です。結構高度ですよ。朝降ってなくて天気予報を見て、自分の下校時刻の、3時半だか4時だかに、降水確率何パーセントで降るだろうから傘持ってく、結構ね高度ですよなもんでね、当然中には雨降ってて、うわ雨だ傘持ってないって子いるわけですよ。そういう時の対応どうされてますか。
私はね、あれですよ、学校に何本も、貸し出し専用傘っていうのを教室に置いてましたね。でこれは違うんですけど、ここにシール貼って、貸し出し専用傘、明日、また、学校に持って帰って戻してねとか言ってシール貼ってね、でこれ使ってっつって、明日返してもらったらいいからねって子供に渡すでしょ、玄関でね。え、あ、玄関まで行った方がいいですよさようならして教室で帰るよじゃなくて、ちゃんと玄関まで、見送ったらいいでしょ。そしたら、傘持ったり持ってないか分かりますからね。ねえ、そして困ったこと先生に相談しやすいじゃないですか、傘持ってませんとかね。で玄関のところでね、そういう話をまあされたら、まあ、こういう傘が登場するんですね。そしたらまあ子供たちは何て言うかと、先生ありがとうって助かったよって言って、嬉しそうに帰っていくんですね。うん。でまあ足りなかったらまあ一つの傘で、2人ぐらい入ってね仲良く帰っていったりとか、まあそこら辺はこうもう知恵ですよね。うん。考えるチャンスじゃないですか。仲良くなるチャンスじゃないですか。ねえ。うん。ね。まあそれだけです。それだけです。ね、貸し出し専用傘を作る。で傘だけじゃないですよ、傘だけじゃなくて筆箱も、赤白帽子、ね、週末持って帰って洗濯し、月曜日来たらあ忘れたみたいなのねまあよくある話ですよ。だから赤白帽子で貸し出すよとかね、私のところに来たら何でもありましたよ、習字道具の太筆とかねそうそうねえ、ノートを忘れたら紙あげればいいわけだし、ね、そこで何も厳しくしなくたって、むしろそれは心が温かくなるチャンスじゃないかと、思いやりを教えるチャンスじゃないかななんてこと思うわけですよね。でね、そんなことをしていて、忘れ物しがちだったある子がいたんですけど、ある時ね、忘れ物がふっと減ってきたんですよ。1学期あんだけ多かったのに、お2学期減ったじゃんってね。一応私もつけてるんですけどね、記録をね。そして、まあ、声かけるんですよ。あ、そういえば忘れ物減ってきたねって言ったら、へへーとか言ってちょっとあの工夫をしてるんだとか言ってね、まあそういうことが起こるわけですよ。で12月のね個別懇談会の時に、忘れ物が減りましたねって言うと、お母さんこんな風に私に話されましたよ、初めて先生って、うちの子が、言いました。僕ね、筆箱忘れちゃうことが多いんだって。でも、直樹先生は、忘れるたんびにね、自分の筆箱、まあ、貸し出し用の筆箱ですけど、貸してくれたんだって、いつまでも、忘れちゃいけないなってこと僕思うんだよねって、でもつい忘れちゃうんだよっつって、うん、いつまでもねこうやって牧野先生これ親切にしてくれてるけど、自分でやっぱり何身支度とか その身辺のこと取れなきゃなとか思うんだみたいなことをお家の人にね、自分のね学校でうまくいってないことを話したそうなんですね。でお母さんこう言うんです、私それ聞いてハッと思ったっつって、あこんなことで学校でね、ちょっと苦労してんだなって、だから私もじゃあ我が子と一緒にあのどうしたらね、忘れないで済むか持ち物を揃えられるかちょっと私もね気をつけて見るようになったんですよって、で、一緒にねこう明日の準備とか揃えていくうちに、あうちの子はこういうところでつまずきがあるんだっていうことが、ちょっと理解できたような気がするって、それからね、親子で取り組むようになったんですって、先生ありがとうございますなんて話をいただいて、そうか、自分のね筆箱をね貸して、あげるって、ことのね先にはね自分の知らないところでこんな会話が起こってこんな素敵な、取り組みが、生まれてきたんだなって思うと、私とってもねありがたいなっていう思いになったんですけどね、はい、というわけで今日は、傘のお話しました傘忘れましたっつったら、まあちょっとね、雨に濡れないで風邪ひかないで気をつけて帰って、はい使ってって渡せる傘をちょっとでも用意しといたらね、子供の笑顔が増えるし、いかがでしょうかねえ、雨に濡れて帰る子を見ながら、そんなことを思いました。今日もご視聴ありがとうございます。失礼します。